神戸をホームで1対0と下してクラブ史上初の受けようとしたんで、どちら側かがやっぱね、相手のために味方のためにスペースを作るようなね、家に入るような動きがあったらより決定的な形になったと思いますけどね、はい、やっぱセットプレーやっぱ怖いですね、そうですね、ルキアンです。ワコ、ワコのクロス、ファーサイドフリーです。キャプテン投入です。どうか、前はまだ腕章がしっかり負けてないんですけれども、そのままプレスに前に出ていきました。さて平塚どこを狙うか、ジョンマリはやや左から中へ入ってきそうです。ちょっと短くなりました。前からもう一度平塚厳しく寄せますが、これは、手を使った。そして福岡は平塚に変えて北島です。